M. B. S. ラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは、M. B. S. アナウンサー、上泉雄一です。さあ、ここからは三十分にわたって、結城新一郎の特番と題しまして。なんと発行からですね、一ヶ月で十一万部を売り上げました話題作。ハッシュタグ真相お話しします。作家、結城新一郎さんにお話を伺います。え、結城真一郎さん、千九百九十一年、神奈川のお生まれで。東京大学法学部、大変優秀な成績で、ご卒業なさったわけでございますが。ええー。 2018年には「名もなき星の愛」で第5回「新潮ミステリー大賞」を受賞されましてえ2021年この「小説新潮に拡散された「ハッシュタグ拡散希望」で第74回日本推理作家協会賞短編部門を受賞いたしましたで今回はですねその短編をグッと集めまして話題のハッシュタグ真相をお話ししますえこの話についてお聞きをしております。でしょうう動画を見ているような 飽きさせないあえてまあもちろんその書き方をされたということなんですけれども今の時代をですね象徴するような、えー、例えばマッチングアプリだったりとかリモート飲み会だったりとか YouTuber <music> になりたい子どもたち、えー、こういったものをテーマにですね、えー、ミステリーを書きになってるんですが読み始めたらなんとなくの違和感一方でこれだけの話題になってるんでなんとか自分は騙されないぞと思いながら読むんですけれども最後の最後はやっぱり騙されてしまう実は。 緻密に計算されたえー、ゆきさんの文章の組み立てがあった。その表現があったわけなんですが、ハッシュタグ真相をお話しします。の真相は一体どんなものなのか、結城慎一郎さんのインタビューをお楽しみください。作家の結城慎一郎さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。ハッシュタグ真相をお話しします。これはあの読書好きの方だと本屋さんでなんだかミステリアス。な 子供の目のところにタイトルが入った異様な扉絵を見たという方はいらっしゃると思いますがこの本がよ城さ大ヒット。 ありがとうございます <laughs> あのミステリー小説なんですけれども6月の30日に、えー、発売されました。発売からおよそ1ヶ月で、えー、初版の36倍11万本発行されて今や衰え知らずというところなんですが改めてこのハッシュタグ真相をお話ししますあの私も結構好きでいろいろ読ませていただくんですがおそらくハッシュタグからタイトルが始まる本っていうのはそう見かけないような気がするんですけどユキさん自身 他の作家さんのでご覧になったことってあるんですかあえっ、ー、とですね完全に初っていうわけではおそらくないと思うんですけど、うん、ただまあ,あの一般的では全くないと思うのですごくまあ目を引くというか SNS 上での拡散力とかもそこに付与されてまあなかなか面白い感じになったんじゃないかなっていうふうには思ってますね。そうで,すよねでこの本のまさに扉絵と表紙それから「ハッシュタグ真相を話します」となった時に。 なんだろうな、絵もいえぬゾワッとした感じで <laughs> ありがとうございます <laughs> まさにちょっとそういう風に思っていただくのを狙ってた部分はあるのでいや、あのね、こうもちろんそこにポップとかもいろいろついてるんですけどホラー小説かなと最初思ったんです <laughs> そうですね、一見そう見えますね <laughs> そう 実際にその新感覚 Z 世代がハマるミステリー小説ということで短編を積み上げてまさに今の時代ならではのミステリーこれがおっしゃったように本を普段読まれない方にも受けて人気となったその意味ではゆきさん狙い通りではあったってことですね。 <laughs> まあそうですねそこに関しては狙い通りだったんですけどちょっとやっぱりこの数字は想定外すぎたので本当にありがたいんですけどもあのちょっとびっくりっていうのがまあ一番大きな感情ですかねちっちゃい時から小説家になりたいみたいになっったたら終わりだったんですかものすごく小さい頃は別に小説に限らずあの漫画家だったりとか、うん、映画監督だったりとか、うん、まあ何かそのお話を作る人フィクションに関わる人っていうのを漠然と考えていて。うんまあ これといったその小説家に1個絞ってるっていう感じではなかったんですけど、うん、まあそれれがあのだんいいろな経験をて小説家に絞られたという感じですね。<laughs> あの実際に実はこの,あのお話の最初の話にも出てくるんですが、まあ、エリート大学生が出てくるんですけれども結城さん自身も改正、えー、中学高校から東京大学法学部というエリートコースを歩まれまして正直他の道もお考えになったとかっていうのも終わりなんじゃないんですか、はい <laughs> そうですね、<ー>まあでもあの小説家って別にそれ一本に絞らないとできないものでもないですし、何歳までにならないといけないみたいなものがあるわけでもないので、あのいつでもどんな環境でも目指せるなっていうのは思ってたので。なるほど。あのはい、どうですか、自分にはこう才能があるな、なんか俺、面白い文章を書けるなみたいな手応えっていうのは、そのちっちゃい時から終わりだったんですか。<laughs> いやどうですかねまああの <laughs> ちょっと中学の卒業文集にあのものすごく長い小説を載っけたっていう経験が実はあって、うんまあ、その時にすごく面白いっていうふうな反響をいただいたこともあったんで文章がうまいかどうかとかちょっとさておくとしても、まあ、そのものを書くっていうのを自分は楽しめて、まあ、ちょっと人を楽しませられる、うん、あの部分は少なからずあるかなっていうのは思ってました、ね、だって中学の卒業文集で原稿用紙600枚って <laughs> ええ原稿用紙600枚っていうと <laughs> 本にするとかなりの分厚さですよね。そう、下手したら今回の短編集よりも分厚いかもしれないです。<laughs> 何を書きになったんですか。当時自分がすごく読んでたあのバトルロワイヤルってあのまあ流行ってたんですよ。要はあの中学生同士が島でまあ生き残りをかけてまあ殺し合うというか戦う。 でまあそれのパロディ小説として、あの自分のその周りにいる実在のサッカー部の同級生たちが、そのまあ開成高校への進学権利一枠をかけて、校舎内で戦うという、まあそういう話を書きましたでも600枚書こうと思うと、相当な時間かかるはずなんですよ。<laughs> はい、そううででですすね一一いわけはなく気にかそうですね。 はいもうあの1ヶ月ぐらい授業とかほぼ聞かずに授業中延々ルーズリーフにシャーペンで書き続けてっていう生活をして仕上げたっていう感じだったのでまあちょっと本当に常気を逸した執念だったんですけど今でも書くスタイルというのは、えー、と一気に書き上げちゃうタイプなんですかそれでいうと。いや それでいくと今は真逆ですね。もうだいぶ悩みながら、それこそもう書き出しの一行を書くのに一週間、二週間悩んだりして、あの、だいぶ、まあ、波に乗るときは早いんですけど、うん、あの、そういう日ばかりでもないっていう感じなので、うん、あの、当時のちょっとあの勢いを取り戻したいなと思います。うん <laughs> いやと言いますのも今回特に話題になっているのがまさに「ハッシュタグ真相お話しします」というそのタイトルの通りですね本当に今の時代の例えばマッチングアプリのことであったりとかリモート飲み会のことであったりとか、まあ、そういった時代の様子に合わせていっていろんな計算をなさって我々の頭を いい意味でこんがらがせてくれるというところなんですけれども例えば今手元に頂い,いてる資料にね、はい、10秒で心をつかむために冒頭を重視するとか時系列を入れ替えてテンポを上げるとかっていうのを頂い,いてるんですけどこれはあえてその書き方を今回なさったということなんでしょうかそそうでですねそこは、うん、結構明確に意識していた部分で、うん まあ今って結構 YouTube だったりとかあのサブスクの音楽配信サービスだったりとか、まあ、その最初10秒20秒ちょっと触れてみてあんまりこう興味聞かれないなと思ったらすぐ次のコンテンツに行っちゃうっていうなんかそういうことが多いと思うのでやっぱりその本でも同じようにその見開き1ページ以内、まあ、ないしも下手な話最初の1行とかでどれだけ心つかめるのかっていうのは、まあ、今後そういう世代とかを相手にしていく上では。 ちょっと避けて取れない道かなと思ったので、ことさらに意識したっていう部分ではあります。ね。でも、まあ、おそらく作家の方っていうのは、この出だしの一行というのは、もちろん、今のゆきさんに限らず。本当にできたら、いろんな方、きっとこだわってお書きになってる一行ですよね。そうですね。うん、あの、そこはもう、本当に皆さん一番気を使っている部分だという思うので。なんか、僕がと、あの、特別変わってるってわけではないと思うんですけど、うん、でも、やっぱり、その、やっぱり、今の時代とかを。ちょっと意識して、普段よりも気をつけた部分ではあります、ね。 でも考えてみるとあの読書にもその波が来てるっていうのはあの不思議な感じがいたしますよね。 そこまで考える必要あるのかっていうのもちょっと悩んだ部分ではあるんですけど、うん、でもまあやっぱりその最初お伝えしたようなその普段本読まない人にまで届けたいでそういう人たちが面白がれるものにしたいって思いがあったので、うん、まあちょっと今回はもうそういう YouTube とかのコンテンツをライバルと思って書いてました。うん、いや、<laughs> ね、も,もちろんその他の本もそうなんですけど、いやいや今回えー、全部で五つの短編があるんですけれども<っ>どうなんでしょうということはこれ以上に当然ネタは終わりだったんですか。 えーとですね、それでいうと、まあ、もうあの本当にえりすぐりの5つという感じで、ほかにいくつも案があったというわけではないんですけど、うん、まあ仮に、じゃあこれを6編、7編で短編集にしましょうとなっていたら、まあ、使いたかったなとか、使えたなと思うアイディアはまあ,あります、ね、あの本当にミステリーの作家の方というのは大変だと思うんです、<laughs> <laughs> そうですね。 どううでしょう一通りいろんなお話が出た中でこの新しいメディアそのいわゆるユーチューバーだったりとか、まあ、そのリモートのみたいなのを使うことの、えーとまあ、メリットデメリットみたいなところも終わりだったと思うんですけどご本人の意識は終わりでしたですか、はい、そのあたりは。そうですねやっぱりメリットとしてはその自分たちのすぐ日常のそばにあるものを使ってるので、まあ、手に取りやすいっていう、まあ、そういうなんか敷居の低さというか。 あのそういうものはあのメリットとしてあるだろうなと思いつつ、まあ、一方で、まあ、ちょっとこの今の時代にキンキンのものを切り取ってるのでなんか古くなったりとか陳腐化するのも早そうだなっていうのはまあ思ってはいたんですけど、うん、でもまあ最後そこはもう割り切ってあの100年後200年後語り継がれる作品にならなくても、まあ、今この瞬間同じ時代を生きる人たちを最大限面白がらせたいっていう方向で、まあ、今回はもう割り切りました。 あの例えば編集者さんともいろんなご相談なさると思うんですけれどもベース、はい、えーどうでしょうあの頭の中にあったものがそのまま原稿になったというイメージですか大方そうですね大きく何かこう最初の想定からガラッと変わった部分はなくてまあ,あのよりあのドラマチックに見せるためにどうするかとか、うん、あのより面白くするために伏線をもっとこう見せた方がいいんじゃないかみたいな修正はありつつも、うん、なんかもう抜本的に こてこ入れしまくってみたいなものはほとんどなかったと記憶しています。 あのおそらくいろんなインタビューでお話になってると思いますがこの発想を例えばいろんなこの5つのネタありますけどもどのタイミングで思いついたのかなっていうのが、はい、改めて気にななるとこなんですよね <laughs> そうですねまあ,あの、うん、明確にこのタイミングっていうのって実はなくて、うん、まあ,あの日々暮らしてる中でいろいろ感じてることとかがまあ何かの表紙にもっとアイデアとして浮かぶっていう感じなんですけど、うん、でもやっぱりそのリモート飲み会とかをこう実際自分もやってみた中で。うん こうなんかちょっとやりづらいなというか、あの実際の飲み会の方が面白いなみたいな不満というか、そういうものとかは、あの常々胸の中に飼っていたので、なんかまあそういう思いをなんか作品に活かせないかなみたいな発想でいつも、 あのどうなんですか今も実はこれリモートでインタビューをさせていただいててはい、はい、実は結城さんの後ろがですね、はい、おボヤンとなったおそらくご自宅なのか書斎なのかがこう <laughs> 映ってる感じなんですけれども <laughs> 考えたらあのどうなんですかこのためにあえてまたリモート飲み会を、えー、無理くりセッティングしたみたいなのはあるんですか あいや別にそのためにっていうよりはもう本当に友達から誘われてあの軽い気持ちで参加して結果参加しなきゃよかったなと思ったみたいな,なんかそういう気持ちを大事にして書いてますね。<laughs> でもね例えばこれだけご本が売れてきて「さあ、えっと、騙されますよと」ともう大々的にね、えー、パンフレットだったり騙されます、はい、この話は何度騙されると思ってもやっぱり騙されるって言われちゃうとですよ。作家ととすると、はい ハードル上げすぎやでと思うのか <laughs> あんまりハードル上げすぎないでくれようという思いはまあ正直あるんですが <laughs> ただ、まあ、実を言うとあの自分の中ではそのどんでん返しとかっていうよりも今回の話っていうのはその伏線回収要はその作中に出てきたすごく細かい描写まで含めて最後綺麗に風呂敷が畳まれるっていう部分の気持ちよさを実は一番推したい部分でもあるので。 まあそのどんでん返し来ることは別に分かってもらってても全然構わないんですけどあのじゃあそれが一体どの描写を引っ張ってくるとこの結論にこうたどり着くのかみたいなそのなんていうかあそこまでこう罠張り巡らせて,てたんだっていうような部分とかを面白がっていただけるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、とはいえあ,のあんまりハードルを上げすぎないでくださいってちょっと言っておきますが。<laughs> いやでもおっしゃるように今の 時代ってこうドラマも含めてですけど伏線回収って僕キーワードが出てきたのもここ一二年じゃないかなと思うんですけどね、うん、あのすごいす、ね、今のエンターテインメントですごい大きな要素ですよね伏線回収っていう言葉っておっしゃる通りだと思いますうん。なんか読んだ方がうーわーというそこかっていう <laughs> まあ、まあ、多分おそらくそれが一番ゆきさんにとって褒め言葉なんでしょうねいやありがとうございますもうおっしゃる通りです もちろん全作品あのすごかったんですけどやっぱ僕は最後の、えー、拡散希望が、はい、もう声出いやあのほんとねこれもネタバレをもちろんこういう本なんでしたくないんですけど今の時代の共有感みたいなものもないと変な言い方ですがどっかで、はい、なんだろうなえー そこ理解した上で読むみたいなのもありますよね今回の本に関してそうですね、うん、本当にまあある種説明をもう省いちゃって共通理解でしょうぐらいの感じにしてる部分もあるのでそれがなくなっちゃうと面白さはもしかすると半減するかもしれないですねあの難しいところですよね広く多くの方にさっきのお話じゃないですけど分かってもらおうと思うとどこまで説明してしなきゃいけないかなんですけど、はい、しすぎちゃうとテンポ感だったりとか リズム感なくななりますしです、ね、なのであえてその若干説明を尽くさなくても、まあ、ある種もう共通言語として皆様に伝わるだろうっていうものをあの中心にテーマに据えたっていうのは、まあ、一つポイントかもしれないですね。あの逆ですもんねだって今ですと、まあ、いわゆる古典と呼われるものだったりとか名作って言われるものは今の時代から見ると逆に説明しないと時代背景は分かんないことがあるわけですからね。そうですねはい <laughs> なので、まあ、本当はそこの説明もし尽くせば、もう本当にいつの時代になっても読めるものにはあのなったのかもしれないんですけど、うん、まあちょっとそこと店舗とか分量とかっていうのを比較した結果、まあ、今回はもう、うん 若干説明をを省いいいてででも勢いで押し切るという方向にまあ舵を切ったっていう感じですあのおそらく本当に今の時代を生きている我々からするとどの話もあるあるっていうものをテーマにお書きになっていてというところは非常にんだろうシンパシーと同時にその、えー、どんでん返し伏線回収で我々度肝も抜かれるわけなんですけど改めてですけどあのお書きになってる立場からするこの「 ミステリーの魅力っていうのは今更ながらどんなところに購入を感じになってるんですかまあ驚きとか悔しさとか納得感みたいなものっていうのがこう読み手も味わえて、うん、でなおかつそこにはこの作者との頭脳戦みたいなものがそのページを介して行われてるっていう何かそこのバチバチ感が僕は結構好きで<ー>。 でやっぱりその書き手としてはどんなたくらみをこう潜ませてやろうかなとかっていう、まあ、ある種いたずら少年みたいな気持ちで臨める部分っていうのがすごく魅力だなっていうふうに思ってますね、うんまあ、でも確かに今回もそうですけれども新たな、まあ、メディアだったりとかツールが出てくることによる大変さもあるでしょうし生活してらっしゃる時これ使えるかなこれ使えるかなみたいな感じなんですか それは結構意識するようにしててなんかこれ使って面白いこと起きないかなとかなんかこれでなんか人の裏を書いたなんかおもろいことをやれないかなみたいなことはあのこれだら道夫俊介さんともこの番組で何度かご一緒したんですけど、はい、道夫さんもやっぱり最後編集者の方の、はい、このトリック今まで出たっていうのをあのさらうのが大変だって言ってて。<laughs> <laughs> その辺り、いかがですかでもあの、それはその通りだなと思いますし、うん、やっぱり僕がちょっと考えて思いつくことって、大抵過去にやられちゃってるんで、だからこそ、昔、絶対なかっただろうなっていうものを使えば、うん、まあその可能性は減るというか、さすがに江戸川乱歩が、ユーチューバーを使った作品、書いてるはずがないので。<laughs> まあ調べなくても書いてないだろうと分かるっていう、まあ、ちょっとそういういメリットはあります今ちょっと頭の中にある面白いキーワードを最後になんかドンピシャじゃなくていいんでなんかふわって僕らに想像させていただいていいですかあわ分かりましたえっと、はい、まあいくつか思ってるのは、うん、まあ例えば相席居酒屋とかほ<ー>、はい、あとはウーバーイーツの配達員みたいなあのギグワーカー的な生き方みたいな部分とかはあ ウーバーイーツのギグワーカーの方ってまだあんまり本人は登場してないですよね多くはねそう多くはないと思いますねうん、うん、なのでまあちょっとそういった、まあ、現代風っていうところを切り取るとそのあたりっていうのはちょっとまあ気になっているテーマではあります、ね、あ,のあんなにいろんな名店のものがででスマートフォン一本できてしかもなんなら向こうの方と会わずに極端に言うと受け取りまでできるっていうのは、はい ミステリー作家にとってもネタはゴロゴロと転がってる感じですね、あれもねねそうです、ね、でしかもそれをこう届ける人っていうのは、その瞬間、手が空いてる人がたまたまピックアップされてあてがわれるみたいな、なんかそこに切な性というか、あの偶然性みたいなのがあって、それも面白いなっていうふうには思ってます、うん、でその大前提があった上で、これを裏切る何かを結城真一郎は果たしてどんな手法を生み出してくるのか。<laughs> ちょっとあんまり言われるとまたプレッシャーがあれですけどでもまあそうですすごい世界だなみんなが知って当たり前と思っていてでもミステリアスな要素がある中でそれでもまだ読者を裏切らなきゃいけないあとはそのこういうふうにすれば裏切れるかなみたいなことを妄想してる時間もまあ苦ではないというか好きなので。うん、なるほど考えたら 自分とは何ぞやっていうことをめちゃくちゃ意識する時代ですね。今、本当、今思いました。自分とは何かもそうですし、うん、あとはその目の前にいる彼、彼女は何,何者なんだろうみたいなところが、なんかより曖昧になってるというか。あの、つかみどころがなくなってる時代な気もしているんで。はい,はい。はい。なんか、そのあたりも何か、まあ、ちょっと、この今の時代っていう意味で、うん、お作品に活かせるんだったら、活かしたいなみたいなことは、ちょっと企んでおります。そうですね。あの、本当便利にな。 あ我々顔を合わせなくてよくなったっていう部分があのこの時代がまさにおっしゃる通り生み出した一つの小説というふうにも、はい、本当に、まあ改めてお話を聞いてて思いました今まで、えー、本をあまり手に取ってこなかったっていう皆さんにとってもいいきっかけになると思いますし何度も言いますが本当に、えー、騙されるつもりで読んで大いに騙されて <laughs> <laughs> ありがとうございますいただきたいと思います。<laughs> こういうい時代でですからキャンンペーンで あの全国はやっぱお回りりにななるっていいう時間は終わりなんですかいやちょっとさすがに、まあ、ご時世的にも、うん、まあ厳しいところがあるので、うん、あの一応書店さん向けに直筆でこう、うん、ありがとうございますという感謝のお手紙を送らせていただいたりとか、うん、あとはそのサイン色紙とかサイン本とかを、ね、検証演寸前まで書いてあの <laughs> 頑張るみたいなところであのなんとか気持ちを伝えられればと思ってます。<laughs> ある意味で僕はのかつての文豪の方がえ旅館にこもって本を書いたという時代が本当か嘘かを知たら知らないんですけど <laughs> <laughs> その書き方のスタイルとかキャンペーンの回り方自体もなんかもう時代だなって感じしますね今思ったらあ。そうですねそれこそ,その発売前にはその書店さん向けにこういう形でオンラインでそのトークイベントみたいなのもあのやらせていただいたりして、うん、まあそういうので多分その芥川龍之介の時代にはなかったと思うので。<laughs> あの時代だなと思います、ね、<laughs> そうやって思うとなんか考えたら本当にどれをテーマにするかっていうのはその作家さんの考え方次第だったりとかえ時代が転がるイコールそこだけまた新しいネタが落ちてるんだろうなということを思いますがさあでは最後に是非リスナーの皆さんにえ改めてになりますけれども結城さんからこの本のメッセージお聞きしたいと思うんですけれども。 まあもう先ほどから散々申し上げている通おりもうほんと今この時代一緒に生きてる人たちを最大限に楽しませたいと思って綴った、まあ、ある種挑戦状みたいなものだと思ってるので。 あのぜひあのモテに取っていただければなと思いますのであの何卒よろしくお願いいたしますありがとうございますまた本当にあのお忙しいタイミングかもしれませんが大阪来た時にはぜひまた生のスタジオでもご一緒できて真相を勝手にお聞きしたいと思ってますどうもありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますはいありがとうございました今回は新著者から出版されましたハッシュタグ真相をお話しします作家の結城真一郎さんでございましたどうもありがとうございましたありがとうございました。えーえー